こんにちは、萩です。今回もですね、関東インカレ2024の結果をですねお届けしていきたいんですが、今日紹介する種目はハーフマラソン、1部と2部のハーフマラソンの結果をですね紹介していきたいんですが、ハーフマラソンはですね5000メートルとか1万メートルのトラック種目と比較して映像としてね残りにくいんです。5000、1万っていうのは競技場内をぐるぐる走るので、まあ、映像としてね、まあ、残りやすいわけですよ。なんでまあそれを見ながら、まあ、レース展開を見ながらね分析したりしやすいんですが、ハーフマラソンは場外に出て、まあ、ロードをぐるぐる走るので、最初から最後までのレース映像って残っていないんです。なんでね、細かい駆け引きとか、まあ、レース展開っていうのがわからないので、まあ、分析しにくいんですが、まあ、それでもね、メディアの方たちとかが、まあ、現場に足を運んで、まあ、取材をして、まあ、終わった後、まあ、文字としてね、まあ、文章としてちょっと残してくれたりしているんです。まあ、どの選手が、まあ、どこまでついて、まあ、どの選手がここからね、スパートをかけましたとか、こう書いてくれたりしてるので、まあ、それを見ながらね、分析していきたいのと、5キロごとのね、ラッパー正式に公式ね残っているので、まあそれを見てね、まあ話していきたいなというふうに思うんですが、まず最初に、まあ関東インカレのハーフマラソンの位置づけというか、まあどんな選手がハーフにエントリーしていくのかっていうことを話していきたいんですが、一見イメージとして、まあ関東インカレの長距離種目で最も距離が長いのがハーフマラソンなので、各大学のエースランナーがハーフマラソンにエントリーしてくるっていうようなイメージ印象がありますが、僕の中では決してそんなことはないなと思っていますし、逆に各大学のエースランナーはハーフマラソンはあえてね外してくるような印象があります。そもそも関東インカレはパスするっていうチームも多いし、まあ出場したとしても5000メートルか1万メートルっていうようなね印象があります。それは本年度に限らず、まあ代々長い歴史がある関東インカレ、まあずーっとねそんなイメージでした。まあエースと言われる選手はまあトラックに出てくるような印象があったんですが、今年に限って言うと、まず先にね2部の話をしていきたいんですが、青山学院大学のエース太田選手がなんとハーフマラソンにエントリーしたということで、がぜん盛り上がりました。で、太田選手は4月に上海ハーフマラソンを走っているんです。で、その1ヶ月後にもう一発ねハーフマラソンに出る。これはね意外中の意外ですよ。誰もねまあ想像してこなかったというふうに思っています。で、こうエースランナーがこう関東インカレハーフマラソンをパスする理由としては、やっぱこのタイミングのハーフマラソンって何に繋がっていくのかなっていうところがすごい難しい部分だと思うんです。で、5000とか1万メートルっていうのは秋冬の駅伝に向けて、まあ、スピードを磨くっていう意味で、ね、意味があるし、まあ、繋がってくるかなと思うんですが、ハーフマラソンってやっぱ直結しにくいなっていうところで外してくるんじゃないかなと思うんです。まあそんな中ね、まあ太田選手がまあ2部ハーフマラソンにエントリーしたということで、まあ総合優勝もあるんじゃないかと、まあ日本人トップのね、まあ大有力選手ということでね、まあ注目されていたんですが、まあ結果を見ていきたいんですが、これね、まあ2部もね、まあ留学生がいるので、まあ圧倒的有利って言われていましたが、ラストのラストまで留学生と日本人選手がまあバチバチしたというところみたいです。ラスト1キロぐらいまでこう3人の集団、まあ上部大学の鎌尾選手、青山学院大学の太田選手、国学院大学の高山選手、この3人がラスト1キロぐらいまでこう競ってるようなね、まあシーンがあったみたいです。ただね、まあそこから仕掛けて、まあ見事ね、優勝したのがね、上部大学の鎌尾選手ということになります。で、鎌尾選手はね、まあ力ある選手ですよ。ハーフマラソンの上部大記録を持っていて、1時間1分6秒という記録です。で、留学生ではあるんですが、まあ大学生と見ると、この記録っていうのは素晴らしいですし、まあ、カマウ選手は昨年の箱根駅伝の予選会も5位に入っているんです。で、あのコースで1時間1分31秒っていうのは素晴らしいと思うんです。なんで、まあ、力ある選手、まあ、ロードも強いし、まあ、ロング体勢もね、ある選手。まあ、そんな選手に、最後の最後までね、まあ、太田選手と高山選手がね、まあ、食いついていったっていうところはね、まあ、この二人ね、ほんと価値があるし、まあ、素晴らしいね、まあ、レースをしたんじゃないかなと思っています。で、2番手に入ったのが、総合2番手が入ったのが、まあ、日本人トップとね、まあ、太田選手ということになります。やっぱ強いね。ほんと強いなと思ってます。まあ、4月に上海ハーフ走っていて、まだね、状態が上がりきってないなって感じがあったんですが、もう確実にも上がってきたという感じでした。まあ、別大マラソンと大阪マラソンを欠場してね、まあ、大丈夫かなと思っていたんですが、まあ、その後、絆記録会5000メートルで1回グンと上げて、上海ハーフマラソンでもう1回グンと上げて、そして関東インカレでもう1段階上げきったという感じです。で、タイムはね、1時間3分4秒ということだったんですが、まあ、日本人トップと、まあ、鎌尾選手と、まあ、6秒差で
でね、まあゴールしたということはね、まあ素晴らしいと思ってます。で、終わった後ね、このレース展開について本人コメントを残しているんですが、ラストね、もう勝つ気満々だったみたいなんです。で、ラストトラック勝負に持っていくだろうなと、トラック勝負になるだろうなというふうに思っていた中で、その前にカマー選手にドカンと、ロードラスト1キロぐらいで、まあドカンと仕掛けられて対応できなかったということを言っていました。なんでそこが自分の中で、まあ勝負感というか、まあ少しずれていた部分、まあ準備が整っていなかった。まあいつでもいけるよっていう体制であれば、いけたかもしれないんですが、ラスト400のトラック勝負というふうに思っていたから、まあその前に仕掛けられて、まあ少しぐんとひるんだというようなことを言っていたので、それがね、まあ課題だということを言っていました。で、本人言っていたんですが、まだまだね、状態をね、上がりきっていないと。で、箱根駅伝の時と比べると、まだ8割ですってことを言っていたんですが、これね、8割、おそらく太田選手の意味合いとしては、まだまだ8割ですよ。っていうようなイメージだと思うんですが、もうそんなに上がったのって感じです、僕の中では。箱根駅伝って、とんでもない記録ですよ。もう今の大学学生の中のトップレベルの記録を出して、まあそこの時をピークとして、その8割までもう上がってきたのかっていうことを考えると、本人はまだまだ8割ですよって意味で言ったんですが、僕の中ではもう8割来たのかと。この時点でですよ、春先で。なので今年のね、青学太田選手はちょっと違うかなと。まあ、出雲、全日本、出雲から本当に狙ってきてる。まあ、青学はね、箱根駅伝で優勝だけじゃなく、出雲、全日本、箱根、3冠ね、狙っていると思うので、なんかちょっと意気込みはね、まあ違うなという感じがしました。そしてね、もう一個紹介したいのは、総合3位にあった、日本人2番にあった高山選手。いやー、強いね。ほんと最後の最後まで、誰が勝つか分かんないところにいましたし、まあ途中ね、まあ留学生カマー選手の前に出る先頭走るね、まあシーンもあったということみたいです。で、太田選手からまあ10秒遅れということだったので、まあほぼね、同等のゴールということになったんですが、國學院大学やっぱ強いよ。まあ先日の動画でも紹介して國學院が強いって言っていましたし、まあ平林選手が4年生になった時が最強世代だと。で、今の國學院って3年生が特に強いんです。まあ青木選手が、上原選手が、そして高山選手もいるわけですよ。で、この高山選手が、まあこのハーフマラソンっていう距離で、こんだけの結果を残したってのは本当に素晴らしいと思います。で、1万メートルで、まああの、上原選手ね、青木選手がね、28分16秒、野中選手もね、28分16秒って素晴らしい記録を出しました。まあこのタイミングで、まあ、この記録っていうのは素晴らしいですし、そして高山選手もいる、そしてなんとですね、7位に辻原選手も入っているんです。ハーフマラソンにおいてダブル入賞しているんですよ。今回関東インカレのチームとしての MVP はもうダントツに僕はね、國學院大学と思っています。で、國學院大学って、まあ、前回のね動画でも言ったんですが、トラックじゃないんですよ、僕のイメージ。ロードが超強い、駅伝が強い、ハーフマラソンが強いってイメージがあるんです。まあそんな國學院大学がトラックでもこんだけ結果を残してる、関東インカレでもこんだけ結果を残してるっていうのは、今年の三大駅伝本当に楽しみだなと思っています。で、高山選手がね、僕本当キーマンだと思ってるんです。まあ平林選手とか、青木選手、上原選手、まあ小柱としてね、まあ戦っていくわけですが、まあそれに加えて、まあその選手、下の選手たちですね、まあ野中選手とか、この高山選手、辻原選手が、まあどんだけ仕上がっていくか。で、特に高山選手、僕個人的な思いとして5区あるんじゃないかなと思っているんですよね。箱根駅伝5区。今現状で言うと平林選手が5区を走るんじゃないか説があると思うんですが、僕はやっぱ平林選手ね、エースの2区を何としてでも走ってほしい。あそこで区間賞、区間賞ね、狙っていける一歳だと思うので、そこで行ってほしいなというふうに思うんですが、そうなってくると5区誰が戦えるのか。5区でも区間賞を狙えるようなチームじゃないと箱根駅伝優勝って難しいんです。なんで平林選手を投入かっていうところなんですが、高山選手が箱根駅伝5区で区間賞争いをしてくると、國學院大学ね、本当にあると思いますよ。2区に平林選手、区間賞候補ですから、あとはしっかり繋いでいく、まあ、メンバーが揃っていますから、國學院大学ね、出雲、全日本はちょっと難しい可能性があります。やっぱ短い距離だと、まあ駒沢とかが強い印象があるんですが、箱根駅伝1人20キロってなった時に國學院大学は一気にね、まあ、優勝候補にガンと上がってくるんじゃないかなと思っています。まあカンカレいいよね。青木選手、上原選手、野中選手よかったし、高山選手、辻原選手、そして平林選手今回使ってませんからね。それでもう6名ですよ。いやー、これはね、楽しみだなと思っております。これがね、ちょっと2部の結果になります。そして1部のね、話もしていきたいんですが、1部はね、やっぱキペゴ選手がすごすぎた。山梨学院大学まだ2年生のキペゴ選手が大会新記録1位間
いくつだっけな、ごめんなさい、記録ちょっと忘れちゃったんですが、まあ、大会シングルね、まあ、優勝しました。で、スタートした瞬間からドカンと行ってしまったので、まあ、すぐにですね、まあ、日本人選手は日本人トップ争いに、まあ、切り替えたという感じなんじゃないかなと思います。なので、まあ、キピエゴ選手と日本人選手のね、まあ、1位と2位のタイムが結構ね、ぐんと離れました。まあ、その中ね、日本人に取ったのがね、東洋大学のね、梅崎選手です。梅崎選手といえば、関東インカレハーフマラソンとイメージがあります。2年生、3年生、4年生、多分3年連続出てると思うんです。で、2年生の時に確か2位、で、去年3位、そして今回まあ2位という結果なので、本当にね、安定してる。で、毎年毎年このシーズンにもハーフマラソンという距離ね、走るってことは、まあ年間を通じて調子いい選手なんだろうなと。で、このタイミングでハーフマラソンこんだけの結果なので、まあ今シーズンもですね、箱根駅でね、ちょっと期待していけないなと思っています。で、まあ主将ですかね、東洋大学のまあ主将で、まあ昨年ね、2区でね、区間6位とね、まあ素晴らしい結果をね、まあ残しました。で、今回、まあ、さっきね、國學院大学がチームとしての MVP ということを紹介しましたが、東洋大学は4年生が今回本当に良かったなと思ってます。で、東洋大学もここらで一回ね、箱根駅伝でもう一回ドカンと優勝争いというところにね、まあ、食い込んでいきたいと思ってると思うんですが、そうなってくるとチャンスは僕今シーズンかなと。東洋大学の今の4年生が本当に強いので、まあ、石田選手もね、まあ、素晴らしい結果を残しましたし、今回梅崎選手もいます。そして今回ね、もう一人ね、宇瀬選手がね、4位に入っているんです。2年生ですよ。この宇瀬選手がね、こっかなり期待してるんじゃないかなと思ってます。で、昨年1年生で箱根駅伝のメンバー入りをしているんです。で、1年生でメンバー入りをさせるっていうことは、まあ、監督は相当ね、まあ、こう気にしかけているというか、まあ、期待している選手だと思うので、まあ、学籍出身の宇瀬選手、まあ、しっかりね、2年生になってハーフマラソンカンカレでね、まあ、こんだけのね、結果を残してきているので、まあ、東洋大学もね、まあ、優勝争いね、まあ、食い込んでくる可能性がね、あるかなと思っております。まあ、以上ですね、1部と2部のね、ハーフマラソンね、まあ、結果をお届けしました。で、今回も全体的に見る限り、まあ、エース級のランナーっていうのはそんなに揃っていないんですが、まあ、日本人トップを取ったのは青学の太田選手、東洋大学の梅崎選手ね、まあ、力ある選手でした。なので、まあ、次ね、まあ、日本インカレもね、続いていきますので、日本インカレね、ハーフマラソンとかね、まあ、どんな選手が出場するのかもね、またね、楽しみにね、していきたいなと思います。